どうも余白です。いやー、時の流れっていうのは早いもので、2021年も半分が終わってしまいました。本当にあっという間ですよね。そんなわけで今回は2021年上半期新作漫画トップ10やっていこうと思います。新作漫画トップ10ということで、まあ、今回はね、2021年の1月から6月の間に1巻が発売されたものを対象にランキング付けしております。来週には新作漫画抜きの僕が上半期に読んだ全漫画を対象にしたランキング動画もアップする予定なので、ぜひチャンネル登録をしてそちらも待っていただけたらなと思います。それでは早速2021年上半期新作漫画トップ10やっていきましょう。はい、ということでまずは第10位ですね。正直このあたりの順位もかなり悩んだんですけど、そんな第10位はこちら、高校生家族でございます。2月に第1巻が発売、現時点で最新2巻まで刊行されている作品なんですけど、家族全員が一緒に高校に入学するっていうかなりぶっ飛んだ展開から始まるギャグ漫画で、読めば読むほど癖になってきます。コメディ色が強い今の週刊少年ジャンプの中でも、笑いのセンスがねズバ抜けて僕の好みなんですよね。前作の磯部物語みたいにダラダラと長く読みたい、そんな作品でございます。第10位高校生家族でした。続きまして第9位。第9位はこちら、ロストラットロンドンでございます。ロストラットロンドンは1月に単行本第1巻が発売、そしてつい先日発売された3巻で完結となりました。ロンドン市長殺害事件の真相を追うクライムサスペンス作品で、独特な絵柄とクールで渋い雰囲気が掛け合わさったとても魅力的な作品でした。雰囲気も題材もとても好きなんですけど、3巻完結で想定よりもあっさり終わってしまったこともあって、個人的に消化不良な部分もあったので、まあそこのね点を考慮して今回はこの順位、させていただきました。犯人探しのハラハラ感とかどんでん返しの展開なんかがもっとあればトップ3に食い込んできたり、まあしたのかなとも、思うんですけど、それでもねこれはこれでいいというか、クライムサスペンスではなく一つのドラマ、一つの物語として素晴らしかったなと思います。第9位ロストラットロンドンでした。続きまして第8位。第8位はこちら、最果てのソルテでございます。最果てのソルテは1月に単行本第1巻が発売された作品ですね。ジャンルとしては異世界ファンタジーなんですけど、それに加えて魔法少女とかタイムリープとか、そういった本来であれば物語の大きな軸になるような要素がごちゃ混ぜにされていて、読んでいてとてもワクワクする作品でした。さっき言ったみたいにたくさんの要素を盛り込んでるんですけど、それでいてねお話が破綻せずに、気になる描写なんかも挟みつつテンポよく進んでいくっていうのが本当にすごいなっていう、そういう作品でした。早く続きをね読みたいんですけど、連載のペースがかなり遅いのでなかなか読めないんですよね。それだけが残念だなって思います。第8位最果てのソルテでした。続きまして第7位。第7位はこちら、三拍子の娘でございます。こちらは4月に単行本第1巻が発売された作品で、一般的な白と黒に加えて赤色も加えた3色のカラーで描かれた漫画となっております。母親を亡くし父親に出て行かれた3姉妹がその後強く生きていくというお話なんですけど、そんな彼女たちの優しくて楽しい日常が本当に魅力的でした。3姉妹の愉快な日常コメディとして純粋に面白いんですけど、ところどころで過去の出来事から来る彼女たちの真の強さみたいなものも見られて、その度に作品が輝くんですよね。元気がない時に読みたくなる、そんな作品だと思います。第7位三拍子の娘でした。続きまして第6位。第6位はこちら、ライカの星でございます。こちらは2月に発売された短編集ですね。ソ連の実験で宇宙へ飛ばされた悲劇の犬ライカの復讐劇が描かれた表題作、ライカの星とその他3編が収録されております。収録されているお話はどれもダークなものばかりなんですが、そのそれぞれのお話で壊れそうな感情っていうのが見事にすくい上げられていて、作者の願いのようなものを強く感じられた作品でした。今回はこういう形の動画なのでかなり伝わりにくいと思うんですけど、この作品想定が本当に素敵で、それに関しては上半期に読んだ全漫画の中でも1位だったんじゃないかなと思います。
気になった方はぜひ書店で手に取って読んでみてください。第6位ライカの星でした。続きまして第5位。第5位はこちらフールナイトでございます。これは3月に第1巻が発売された作品ですね。分厚い雲に覆われて太陽の光が差さなくなった日本が舞台のお話で、植物が育たなくなり酸素が薄くなっていく世界をどうにかするために開発された人を植物にする技術、これを中心に物語が進んでいきます。暗く重厚な世界観やその設定がとにかく魅力的で、これから物語がどう転がっていくのか少し怖いんだけどそれでも見たい、そんな続きの気になる作品でした。作画もすごく良くて、線が細くて震えているような絵柄が物語のね世界観にバッチリ合ってるんですよね。年末にはもっと上の順位になっているかもと思わせてくれるくらい期待値の高い作品です。第5位フールナイトでした。続きまして第4位。第4位はこちら向井くんはすごいでございます。こちらは3月に上下巻が同時発売されたすでに完結済みの作品となっております。イケメンでクラスの中心人物である向井くん、彼がゲイであるということはクラスでは周知のものでした。物語は彼の友達や同じくゲイである者、そんな様々な立場考え方から描かれていて、クラスの人気者がゲイであるという事実をめぐって高校生の歪みとか黒い感情っていうのがこれでもかと本当に嫌になるくらいしっかりと表現された作品となっておりました。きっかけや規模は違えどほとんどの人が経験したんじゃないだろうかっていう負の感情にあふれてて、読んでて本当に心にきましたね。マイノリティのお話っていうよりかはマイノリティに対する理解のお話なのかなと読んでて感じました。放り投げられた感じで終わってしまったのでそこだけすごく残念なんですけど、それでも本当にすごい作品でしたね。第4位向井くんはすごいでした。はい、かなりねテンポよく紹介してきたのでもうベスト3のところまで来ちゃいましたね。惜しくも銅メダルということで、第3位の作品はこちらドキュンサーガでございます。こちらは3月に 1,2 巻が同時発売された作品で、その1巻と2巻で物語の雰囲気がだいぶ違います。そしてこの作品の真髄は2巻で語られる魔王の壮絶な人生にあるんです。1巻で魔王を倒しに行き返り討ちにされた勇者、彼は実は魔物で、そのことは自分自身でも今まで気づいていませんでした。そんな彼に魔王が語り始めたのは自身の過去、魔物の出現から人間との対立、しばしの膠着状態下で生まれた人間のいない魔物だけの世界は果たして平和だったのか、物語は決して人間だけのものではない、異形の者たちの壮絶な人生ドラマが描かれたとんでもない改作でした。鳥肌が立つほどの壮大な物語、第3位ドキュンサーガでした。続きまして銀メダル第2位ですね。第2位はこちらブランクスペースでございます。もしかしたらねよくライブとかに来てくださってる方とかはブランクスペース1位じゃないのかって驚いたかもしれないですけど、いや今回のランキング付けで一番悩んだのはここなんですよね。散々悩み抜いた結果ブランクスペースを2位に選ばせていただきました。でもねランキング付けするときに1位がどっちの作品かで悩めるのってすごく幸せですよね。ブランクスペースは1月に単行本第1巻が発売された作品で、僕が毎月やっている今月の1冊っていう企画でも3部門中2部門に、選出せざるを得ないくらいすごい衝撃を受けた作品でございます。頭の中で想像したものを現実世界に作り出すことができる少女と、世界でただ一人そのことを知っている少女、そんな二人が織りなす想像力についての物語となっていて、ネガティブにもポジティブにも働く想像力が物を作り出す能力によって目に見える狂気や幸せに変わっていくのがとても恐ろしくて、その発想と表現力に鳥肌が立ちました。多感な時期である女子高生の二人がどう感じどう考え何を想像するのか、些細なことであっという間に様変わりしてしまう油断のならない物語にこれからも目が離せません。第2位ブランクスペースでした。はい、ということで残すところ第1位だけなんですけど、あれだけ推してたブランクスペースを超えて第1位に選んだ作品がこちら教室の片隅で青春が始まるでございます。こちらは6月に発売されたばかりの作品で、お話としては一つのクラスを舞台にそこに生きる女子高生たちの悩みや葛藤、
そこから一歩前に進む姿を描いた青春オムニバスストーリーとなっております。有名になりたいとか、オタクを隠してるけど本当は隠さずに生きていきたいとか、そんな誰にでもある願望や秘密をそれぞれが何らかの出来事をきっかけに自分のものにしていく、一人一人のエピソードがとても良くて思わず目が潤んじゃいましたし、オムニバスストーリーではあるんですけど、それぞれのキャラが関連づいて影響し合ってお話が進んでいくので、一冊を読み終えた後の余韻が本当にすごかったです。外から見るとどの子もひねくれてるんですけど、心の底ではまっすぐに行きたいと思っているんだなっていうのが読んでてめちゃくちゃに伝わってきて、とても愛おしかったですね。本当に素敵な作品でした。2021年上半期の新作漫画第1位、教室の片隅で青春が始まるでした。はい、ということで今回は2021年上半期新作漫画トップ10やってきました。知ってる作品や読んでる作品はありましたでしょうか？気になる作品があれば概要欄のリンクから飛んで購入してみてください。皆さんの上半期ベスト新作漫画もね、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。来週は新作漫画抜きのトップ10をやる予定なので、ぜひチャンネル登録をしてそちらの動画も待っていただけると嬉しいです。それでは今回はこの辺で、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。